ここにある化石はトヨタマフィメイヤ、まあ、和名ではマチカネワニと言われているワニの全身骨格です。でこれは50万年前の大阪に住んでいたワニです。これは大阪大学の理学部が建設される際に発見された巨大なワニの骨格です。で全長は7メートル以上と推定されてまして、まあ、今生きているワニと比べても非常に大きいワニだったのが分かると思います。で現在のワニっていうのは熱帯や亜熱帯という域に住んでいるんですけども、このマチカネワニというのはそれよりも涼しい気候に住んでいたということが分かっています。で現在生きているワニに東南アジアに住んでいるマレーガビアルというワニがいますが、それに近いワニであるということが分かります。頭を見てもらうとこう鼻先が非常に長い、細長いということが分かると思います。この細長い口先というのは魚を食べていたということを示す証拠です。なのでこのマチカネワニもおそらく魚を主食としたワニであったということが分かります。でこの歯もこうきれいに並んでるんですが、奥歯が非常に頑丈にできていて、かなり噛む力が強かった。で私たちの研究では噛む力が 1.2 トン程度というかなり噛む力が強いワニであったことが分かってまして、魚だけでなく他の当時生きていた哺乳類の動物たちも捕まえて食べていたのではないかというふうに考えています。それ以外に後ろ足の右側を見てもらうと骨折した跡があるんですが、この骨折した跡からこのワニが実はオスじゃなかったかことまで分かっている非常に面白いワニです。このような巨大なワニが50万年前に日本に住んでいたというのは驚きですね。